始まりましたオールインでございます、今回は実践させていただくのはジャムレッドの道郎です。よろしくお願いします。ということで前回ヤルオさん、コウタロウくんと、実践してきた流れの中で3人目私ということでございますが、確かコウタロウくんが設定位置をズバリ当てましたということで、僕もしっかりと頑張っていきたいなと思うんですが、まあ正直言わせてもらうと、まあ、たまたまちゃうかなって思うんです。その6時間のうちに6台あって設定位置を当てろってやっぱ結構難しい話なんで、多分絞れても2分の1、3分の1ぐらいまでになるんじゃないかななんて、思います。まあ、ダメな台を探すってあんまりやったことがないんで、どれぐらいこう手応えのある実践ができるか分かんないですけれども、まあ、その中でもしっかりと設定位置を探して頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、なんかこの番組すごい意味不明なルールで携帯お預かりというのがあるらしいです。携帯回収ボックスなんで、命の次に大事なこのスマホをこの中に入れたいと思います。なんかこう実践のうちに気になる情報があったとしても、実践6時間のうち1分1回だけ、活用することができるということで、タイミングとしては多分すごい難しいと思うんですけど、いろいろ考えながらやらんとダメなと思うんですけど、できるだけ頭の中に入ってる番長3のこう解析情報を元に動いていきたいなと思いますので、これ入れます。汚い箱っすよ。汚い箱に入れました。っていうことなんで、どこまでできるか正直見当もつかないですけど、まあ私番長3結構打ち込んでる自信もありますし、ある程度やっぱ6を見抜くことは簡単なんです。だからまあ5分の1で4もなんとなく見抜けて4分の1とこうどん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 絞っていきたいなと思いますんで、精一杯実践の方頑張ってきます。さあどれにしようかな。まあこれ綺麗にこう長番長ボーナス、まあ、7が揃ってんすけど、汚いのはここ2つ、あここもまあ若干汚いかな、汚いちょっと雑さがあるんすよね。こうだからこれから察するに、まあ、右からやってったんちゃうかなって思う部分もあるんです。右からやってったけれども最後ちょっと雑になりました左側みたいなって考えると、こっち側に位置あるんじゃねえかななんて思いながらも、後からリール揃えただけの可能性もあるしっていうことも考えると、いやーこれはちょっとまあどれでもわからんな。真ん中らへんとかはやっぱ打ちやすいから右から行きましょうかね。ちょっとこれまあ僕最初の2台3台でやっぱり設定位置を当てるつもりでいますんで、一番最初はこの F からスタートしようと思います。まあ変更後なんで、その何もわからんっていうような状況ですよね。まあ一発目のベルで当たることももちろんありますし、まあでも当たって引き戻し見れるのがいいかな。結局やっぱり番長3の1を絞っていく、まあ6を絞る過程でも一緒なんですけど、奇遇工程を見抜いていって絞り込んでいくっていうのがやっぱり番長3セオリーだと思いますんで、まあそのいつもと逆だから、その僕の中で絞れるのはその下2つで絞れるのか奇数偶数で絞れるかどうかは実践の内容次第かなって思う部分もあるんですけど、ただやっぱこう運の要素がでかいからな。例えばその設定位置のね、いわゆるこうダメな挙動とかってモード A をすごいループして、なかなかその通常 B チャンス対決連なかなか飛ばんぞみたいなんであったりだとか、まあ、引き戻しもせえへんで、なおかつ初当たりもかなり重ため、まあ、400を超えてくるとか、そういった要素がかなりこう、あこれは1だろうと思えるような要素ではありますけど、さらさらっとこうなんか対決中にいい子役たくさん引いて初当たり軽くなってしまったりだとか、モード A をループしてても15、16、17とかで当たり続けてこうループしちゃって、でたまに対決連なんかも飛んでしまうと、あれ A じゃなくてチャンスにいたんじゃねってなりますし、
で先にこう伝えておきますと、まあ設定1の台で、あの通常時からの番長ボーナス直撃であったりだとか、あとはチャンスチェリー、これ引いちゃったらもう終わりっすね。もうその時はさすがに終わり。あ、こればっかりはもうやっぱその1のあれからね除外するっていう、まあ、もちろん出たら1否定ではないですよ。でもそのまあ他の設定に比べると1の方が引きにくいわけですから、その中でそういった要素を引いてしまうと、他に多少こう、あ、これ多分1だろうなって思ってたとしても、ちょっと1とは言いづらいかな。32。子役引けずと、まあまあまあ、あら、キャラ来て帰るでリプレイ、これ勝ってんちゃうかな、これ特訓出てきて勝ってるやつちゃうかな。何も引いてないぞ。さあどう、わー、ボタンちゃんでベル外れ。前兆としては結構強いっすよね。これ買ってるやつちゃうかな。何も引くな。ベル引いちゃった。あ、当たってもなかったっすね。そういう感じね。まあ、結局やっぱりその6を探す上でやめたいなと思う自分のその売ってる中での挙動としては、やっぱりこの対決カウンターのモード移行っていうのをできる限り把握することが、やっぱ設定推測の肝というか、6を掴む上での第一歩になるんじゃないかなと思うんで、やっぱりモード A からのモード A とかそういった挙動に関しては6を狙っていく上ではかなりのマイナス要素。1って 50% ぐらいですよね。で6で何パーある1桁する 6,7,8% ぐらい、なんでまあ逆に1を探していく上では、そこに見て、そこを見て、まあそのもちろんね6でも 6% ですし、でその1から5に関してはやっぱぼちぼちループするよっていうような確率、まあ何パーセントか、もうそんな2から5の数値なんて注目してあんま見たことないですからね、あれですけど。カオル先生で対決カウンター割れずということで、チェリーから、あやふやにされそうやもんな、このチェリーとかで当たっちゃうと。ちなみにチェリーから対決に行く、まあ、すなわちかあの特訓とかもそうですけど、に行くのは設定差がありますんで、まあ一回行ったからどうとかいうわけでもないですけどね。今まで散々行ってなかったし。さあ運命の30到達、ここなんですよね。結局問題は超えるか超えへんかと。まあ、できたら超えてほしいな。ここまでダメな挙動なんでね、できたら超えてほしいな。これは一発目からやっぱりいい台をつかみましたね。いい台という、まあすなわち1っぽいってことですけど、まあ今のところ朝一一発目32で当たり、その後チェリーで一回対決、まあ、特訓には行きましたが、
今回は32を超えましたと。まあ6狙ってたら次一発対決当たったらやめかなとか、まあ、108128見てやめかなみたいな感じですけど、まあ、今回は1狙ってますんで、まあでも当たり見てやっぱ特訓見たいか、引き戻しの特訓あるかどうかってやっぱ大事ですからね。まあでもそこでな特訓出てきてもな、いやこれでもダメだ今日どうやったけどなと思いながら、あじゃあ2やったんかなとかも思えるかな。さあこの商店街はさすがに対決行くでしょ、焼肉、ああ MB か。えマジ、うわー、ホールやったら嫌な気持ちだったでしょうね、嫌な気持ちだろうなと思ったけど、まだついた。そうか48、まあ、47っすね。うわこんだけ頑張って先めんこ、あここで MB 赤、おわ勝った、そのまま勝ちましたね。まあ32-47っていうような感じなんで、まあかなり苦しい展開ではございますが、まあ今のところいい要素はないっすね。まさかパッチスロー打てて楽しいはずのこの AT の時間、なんか一発で終わってくれって思うことってあんまないっすけどねえ、閉店間際でも一発で終わってくれなんて思わんのに、今はやっぱ位置を探す企画っていう上で AT が時間もったいないわけじゃないですけど、引き戻しとかも見れるんでもちろんねえ有用ではあるんですけど、ここで10連チャンとかされても困りますからね。10日目まで行ってボーナス引きまくってとかも困るからな。まあでも AT 中も設定されるとこあるんでね、例えば一発目から合遊閣行ったりしたら、まあストックを持ってたから行ったらのか、それともその通常時の特訓じゃない対決とか負けてその抽選を恩恵を受けた、まあだから高設定ほど起こりやすいその合遊閣の突入なのかは分かんないですけど、まあそういったところにも設定差はあったりするので AT も大事なんですけど、まあでも正直通常の対決カウンター見てるだけで上下はある程度分かるんじゃないかなと思うんで、そのすんなりと設定通りにね動いてくれれば分かるんじゃないかなと思うんで、おボタンちゃんパリン、さあ2連目、おマジか、これ5大事いくな、違うんかい、あーでも広大寺の演出来てるな、偶数ほどその AT 中のボーナスのモードってチャンス行きやすいですから、一回出たからどうかとかは分かんないですけど、あーでも広大寺には移行しない、前兆は発生しましたよと。さあ見えてるストックはもうありません、割れずループストック1回ですね、なんか出ろよ、276枚。まあこの台売ってたら多分引き戻し見てやめますもんね、やめるってことは高設定っぽくないってことなんで、すなわちこの企画においてはいい台というか、まあ、分かりやすくありがたい台ってことですけど、
調べたい項目が3つぐらいになったら携帯見よっかな。今その番長ボーナスのモードのチャンスってどんなもんでいったっけなってあんまはっきり覚えてないんで、まあそれを確認したいんですけど、多分まああと1つ2つぐらいはあれちょっと確認したいなって思うやつとか出てくると思うんで、あーこれはスルーやな。スルーしてで引き戻した前兆も多分来てないんで、まあこのまま来ないと思うんすよ多分ですけど、まあ前兆ちょっと遅かったんでこっちの到達するまでが、かぶってないんちゃうかな。かぶってたら後に後に回るんすけど、引き戻しの前兆っていうのはまあ6だと 40% ありますんで、まあ6ではないだろうと。でまあ奇数1、3、5がほとんど一緒かな、引き戻しは確か 16、7、8% ぐらいというような感じです。でこの対決カウンターに関してはその全設定共通なんで、とりあえずこれを当たって次の対決カウンターのモードまで見よっかな。でそこを見たらそこまででいい要素がなければ第一候補ですよね。チャンスモードとモード A に関しては対決カウンターのモード移行率一緒です。こっから B とか上がるようであればね、ちょっとおーっとなるんですけど、これは対決連チャンに上がってるかな。果たし状4でいきましたね。3かな。ちゃんと負けると。よし一回やめるか、この台やめるか。まあ低設定の可能性が結構高いと僕の中では思うので、とりあえずこの台に関しては、まあ、候補の1台として、メモをして次の台に移動しようかなと思います。さあ A の台に移動してきまして、まあ、あの右角から僕は設定打ち込んでいったと勝手に思ってるんです。なんで、まあ、一番右位置とかは十分にあると思うんですけど、逆になんかこう右からやってって1最後残していって一番左1にしたっていうパターンもなくはないんじゃないかなって。いやもうこんなん読みでも何でもないんですけど、あのもう分からへんからノーヒントなんで、ちょっとまあ右端左端は打っといた方がいいのかなと思ってちょっと打っときます。まあできるだけたくさんの台を打って、まあこれはいい台これはいい台ってやってその選択肢の中から消していきたいなとは思うんですけど、まあ1台 F っていう結構強い1っぽいなと思える低設定だろうなと思える候補が見つかっているんで、最悪このまま例えば3台4台打って、あいい挙動したいい挙動したいい挙動したってなって、まあその中に位置が紛れ込んでたとしてももう僕はもう悔いなしですね。F であんな挙動さしたんで悔いなし。まあもうちょっとこう確認したいことはあります。あいいね一発目。あーここでベルか。まあもう当たってくれてもいいっすね。さっと当たってくれてもいいかも。2発連続でベルを引きました。まあこれでさっと当たって引き戻しだけ確認して、引き戻しあったら一番嬉しいですね。あったと、引き戻しあったからもうやめと。まあ僕は僕のやり方でなんとか頑張りますとか言って、幸太郎くんもたくさんも同じような立ち回りだとどうしようかな。勝ったやろもうこれ。はいはえー65ゲームい
さあ1セット目が終了、継続するか否か。弱いぞ、割れる単発、終了画面普通タン。あ、まだ分からんか。タン。意外とアンモナイト、あちょっと厳しいか。お、はい、おお、こと、もしかしたらボーナスまである。あ、違ったわ、普通にチャンス目からですね。おお、ストックありますよと。ループ取った可能性もあるけど、まあ悪い挙動ではないっすよね今んとこ。そうは思わへんな。まあこの台今んところ悪い挙動もいい挙動もないわけではないですね。その意味わからんぐらい当たるっていうのがやっぱり6やったりもするんで、あ、こういう当たり方もあるんだみたいなね、こう発見させられるっていう。しかもそのうまいこと紛れちゃうことだってあるんでね、なんかまあちょっと言葉にしづらいんですけど、まあでもそのあれよあれよと当たってるっていうのはいい挙動なんで、初当たりを引けてるっていう部分では、なんかまあやりてぃ中のボーナスやりてぇなっていうような気持ちもあるし、ちょっと時間もったいないなっていうような気持ちもある。打つからにはやっぱ楽しいとこやりたいからな。対決来い。うわ、絶対勝った。でこういう天国じゃない時とかに青ならが出てこうもんならいい挙動ですよと。まあ6じゃねえかと。なんなら絶頂来てもええぞ。おら、あー、ボーナス、ええー、音鳴るな。さあ来い。あー、赤なら次どこ打とうかな。僕が設定入れるならね、バレないようにするならね、右側に固めたいんですよね。やっぱ人間って左から右にこう物事を見る癖があるんで、なんかこうバーって開いてたら左側から打ちたくなるんですよね。で部屋の作り的にもなんて言ったらいいんですかね、紙で簡単にやりますね。こうスタジオがこのなんかこうね、四角でこうある中、こうやってでこう半楕円形に A から F まで6台並んでて、でそこにこう前室みたいなのがあるんですけど、それがこういう感じであるんですよ、こういう感じで。なんでこう作り的には左側の A の台が一番目につきやすいんですよね。で右側の F が一番目につきにくいっていうような店内の状況なんで、まあこういったところからもある程度こう設定推測とまでは言わずとも読み合いみたいな部分で差が出るかなと思うんですけど、まあちょっとね、今日が孝太郎くんもやるおさんもやった3日目っていうことで、ストックしてないやつでループした3日目っていうことなんで、1回目2回いっぱいストック持ってんな。これ80パー取ったんちゃうかな。まあそういった読み合いとかもね、あんまり入れたくないんですけど、まあ6時間で6台打ってってやっぱヒントが少ない中で、どの台から打っていくかっていうのも運な要素ももちろんありますが、そういったこう考えられる部分もねあるんで、読み合いっていう部分ではちょっと一歩出し抜きたいなと思うんですけど、違うって言いたいな。初当たりも軽いし、こんだけ、ああ弁当を、僕が思ってるよりも1セット多かったですね。ここで残り3セットあるんで、5678まではいきますよと。
ああ、ここで終わりか。出ろよ、なんか。出ろよ。9セット。引き戻し、これで確認できるのが2回目なんで。まあ、正直 80% 取ってるのならば5であれと思っちゃうんで、引き戻しなんていらんのっすけど、まあ、他のも確認していて、あ、これっちが6であっちが5でっていう風にできればね、選択肢が絞れるんで。特訓対決カウンターはあれず、ちょっと、いや、それはもう低設定じゃないって言っていいっすか。わからんわ、こんなマジかよ。いや、だってチェリーからでしょ、引き戻しなんかな。いや、違うやろ。わからん、それはもうわからんけど、わからんけど、ベラボーに初当たりは早いですね。今45。ただまあ前兆は来てたからな。まあここでやめるか、一旦この台に関しては。多分良さそうでしょ、こんだけ初当たりボンボン引けてたら。次いきます。さあ FA と打ちまして、 E に移動していきました。右から2番目、さっきのダメな台の左横っすね。ダメな台の横にダメな台置いてんちゃうかなって、ダメな台固めて置いてんちゃうかなってちょっと予想してるんで、でこのペースでいけば多分打てるの4台なんですよね。1時間半に1回移動してますんで、このペースでいけば4台しか打つことできません。なんで残りの2台に1がないことを祈ると。キャラ来て帰るリプレイ、外れる。さあ対決です。何引いたか覚えてねえや。割れたな、すごい微妙なところでいったな。13でしたね、ベルに関しては。うわー、ティラノサウルス。さあ対決、一発目の対決ですね。一発目の対決で当たるやつで直特訓行って、その前に強い前兆出るみたいなあったっけ。そっちね。いや、もうやめていいんじゃないかな。朝一一発目はボーナス当たりやすいっていうのはありますけど、まあこうなったらね、えこの短い時間で満潮ボーナス引いちゃったら、1っていうことも全然ありますけど、仕方ないんじゃないかな。141ゲームか。引き戻しまで見る。いや、やめよう。こればっかりは仕方ないと思います。1だろうが6だろうが引くときは引きますし、それが朝一一発、しかも短い時間140ゲームぐらいで来ることも全然起こりうるけれども、1よりもこれは6の方が起きやすいし、解析情報ではね、まあそこを信じて動くしかないと思うんで、これが低設定の可能性ももちろんあるんですが、まあこれはね、むしろいい展開だと思うんで、この台はここで見切って違う台いきますか。
さあ早くも4台目に移動してきました。僕多分打てて4台かなと思ってたんですよ、時間的に。まあ残り2時間2、30分しかないんで、判別、まあ、設定推測に時間かかったら打てて4台ぐらいかなと思ってましたけど、このペースなら5台打てますね。変なところよ。20かな。まあ、とりあえず22で行きましたとメモっておこう。お、特訓行くかな。うわー、当たりそうやな。まあスッと当たってくれてもいいな、一発目は特に。さあ来い。あー、当たりましたね。さあループストックもなく単発で終了。金閣寺、ほーほう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 、次行けますね。あの今から携帯タイム入ります。1分です。確認したいことがあるんで、 BB モード ART 中のその BB のあのモードとか対決連からの移行率をちょっとね復習しておきたいんですよ。でね、あのメモに記すもありらしいです、その1分間の間に。ただ1分間の間に僕このあのモードとかにたどり着ける自信がないんですけど、まあまあこれルールなんで、ルールはルールなんで、いきます。よーいスタート。自分で言うんかいっていうね、これも。ART 中の BB モード、あ、チャンス、あーでも 10% から 23% か。これだったら1でも引くな。早ない？ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、え、全然見れてないやん、マジで。この2早っ、引く引く、このルール考えたやつ引くって。ロケハンしたか一回でも。あ、あれとあれ調べたいな、これ1分で間に合うんかな。やったか実践戻ります。さあそれでは C の台に移動してきました。5台目ですね。いいペースで見れてるんではないかなと思ってます。今のところ F に関しては結構低設定っぽい動きをしておりました。いいところで言うと ART 中の BB モードチャンスが選ばれたぐらい、これ携帯で確認することできたんですけど、設定値でも 10% とで偶数の方が行きやすくて、まあ、18% とかなんで、まあ、これに関してはそのまあ1でも引くことはあるだろうっていう数値ですね。であとはまあ引き戻しの特訓もなかったり、初当たりもべらぼうに重かったりと、なかなか打ってて楽しくねえなと思うような展開でございました。ただその今対決連ループなし後のモードを確認できていないので、時間があったらあっちのモードをもう一回確認して、まあ、B に行っていないかどうかとかも見てもいいかなと思ったりもしますね。あ、これ対決行ったな。でその2台目に打った A に関して言うと、まあ、初当たりを3回引いて3回目の初当たりの時のタイミングでやめてるんですが、引き戻しが2回目確認できてないかなって感じなんですけど、にしても、引き戻しの特訓はなかったと。
ただ初当たり自体がすごく軽くて、でなおかつ、初期ストックあったんですよね。あーでもそっかー、なんでまあそのそれだけで考えると5とかあんのかなとか思ってましたけど、金閣寺1台出ちゃったんですよね。その後いいの台で金閣寺が出ちゃったんで、ちょっとこれをどう考えるかっすね。ただまあ初当たりは引けてたんで悪くはなかったというふうに思ってます。で E に関しても、打った時間は百数十ゲームっていう短い間ではございますが、通常 BB 引いちゃったんで、まあこればっかりは仕方がねえなということで見切ってやめと。で残り2台です。だから今この段階で時間終了ってなったら F の台を指定しますけれども、まだ B と C が残ってますんで、まあ C を1台打つことによって B か F ないしは C か F っていうような2分の1まで絞り込めたら、まあこれでベストかなと。うん、ベストですね。ほう、あ、どこやそれ。まあ13で割れましたね。ボーナスもしかして可能性あるよな。対決中、対決以上です。だからこれ当たってるんちゃうかな。あれ違うっけ。射程右から通って子役揃わなかったんで多分中対決以上やと思うんですけどね。あーでもまあ、あーまあ弁当箱引いたし、さあ何やめるか。いやでもこれはラッキーと捉えましょう。そのもううやむやになって分からんくなったっていう考え方もできるけれども、とりあえず分かった分かった、もう C も、引きましたよと。316、さあ B の台に移動してきました。これで6台目。自身で打てて4台ぐらいかなと思ってましたけど、6台目か。チャンス目6台全部打てることになると思わんかったですね。しかも結構トントン拍子に、まあ、1台ね金閣寺出て、で2台通常 BB 引いて、お、チャッピーのバドミントンはさすがにね、ほら、32超えたかどうかも分かんないですね。ラグビーある。一発目ベル、あー波なし、あーもろた、おっしゃ、
1セット目に番長ボーナス青7でお願いします。うわー赤か。さあ今のところいつものパターン。おお乗った2セットまではいきますよと。確かボーナス中の上乗せに関してはループストック持ってないので、まあ、3セット以降までいったらループストックの分だよと。勝っちゃえ。何が勝っちゃえや、負けてくれた方が良かったわ。普通にイベント箱引いた。これこれほい。ボタンの色は白。ゼロパーがないんですよね用に関しては。はい、あーないかー。これで5セットまでは行くよと。どうせなら来い。まだだよ、あるよ。レア役か違う。ああそういうことか。ミシ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 。うわ来た。おら一否定した。最高や、嬉しい。うわこれどうなんやろなとか思ったんでね。最高や清水寺、最高最高。これあのまあ復活するんですけど、それはさておきっすよ。それはさておき、ちょっとまあね、今2は確定、まあ2かどうか分かんないですけど、その1を否定してんのが、まあ、金閣寺は厳密に否定じゃないんですけど、まあ、まあまあそのかなり薄いんで5だろうなということを予想すると、ACEF に絞られたと。で CE に関しては通常ボーナスを引いたようわからんで、 A に関してはいっぱい当たってるようわからんってことで、多分 F やと思うんで F 打っちゃおうかな。さあこのドライブは当たってなくて終了画面でもない、まあ、すなわち見切っていない台なんですよね。まだ分からんけれども低設定っぽいからやめたと。例えばまあないと思うけれども、今からねあと20分30分ぐらいしかないんで、さっと当たり、なおかつなんか引き戻しが出たりだとか、あとは何やろな、まあ、今からもう一回通常ボーナス引いたりとかですね、したらもう迷子、もう空ももう分からんと。とりあえずこの台をもう少し時間いっぱい打ってみて、例えばこれで32超えたりしたら、前回が対決連チャンでチャッピー相撲に負けて今なんで、対決連からモード A に飛んで32超えたんだなと推測できると。わあ32超えた、2回目や。いやもういいでしょこれで。これは1じゃない可能性はあるんですけど、高設定でもないと思うんですよ。なんで1じゃないにしても123あたりのどれかやろうと思うんで、まあもうちょっとねほぼ売ってないようなもんですよ、その通常ボーナスの台なんて。通常ボーナス引いただけなんで、けどもまあ仕方ないかな。で A とかも初当たりバン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 引いちゃったんで仕方ないかな。完全にパワーです。これ終了画面で清水寺出てきたらもう僕ホールでこれが1ですとか言うのやめます。もう1分からん。
いいっすね、安定の。わかんないですけど、正解は。ということで、そろそろ実践終了のお時間がやってまいりましたということで、6台中6台とも結構ね、ちゃんと打てた気はするんです。通常ボーナス引いて途中でやめちゃった台もありますけど、確定画面に2つ出したりとか、なかなかいい実践になったんじゃないかなと、手前味噌ながら思っております。そして、この後もうちょっとだけ考えてしっかりと予想したいなと思います。いやー疲れました。6時間フルで打ったわけですが、まあ、何回かタバコ吸いましたけど、まあ、それはさておき、まあ、フルで打ちまして、ちょっとね正直、まあ、分からずやめたっていう台もね2台あるんで、あんまり自信ないっちゃないんですけど、まあ、一応1から6これだろうというのを僕の中で予想しましたんで、早速発表したいと思います。僕の予想はじゃじゃん、まあ、D の5はもうこれね、金閣寺出て5じゃなかったらもう知らんっていう話なんで、D は5は間違いないと。で4、6と予想したこの C、E に関しては通常ボーナス引いちゃったんで、通常ボーナス引いちゃって低設定やったらもうこれも知らんと、もうそれも知ったこっちゃないと。で B に関しては設定1否定の画面が出てるね、はい、出てますんで、まあなんかまあ下なんちゃうかな、 2とか3なんちゃうかなと思いながらも、なんか綺麗な並びってこれやなっていう風に予想した結果、左から 2,3,4,5,6,1 だろうなと。ただちょっと1個気がかりなんが、 A もうちょっと打ちたかったなって思うんですよ。3回初当たり引いて結構いい感じの挙動はしてたんですけど、もうここまで初当たり引いちゃったしようわからんっていうような状況だったりとか、まあ、チェリーからの対決がすっとそのまま当たったりとかも、まあそれもいい挙動なんであったんで、ちょっともうようわからんっていう状況ですけど、 A もうちょっと打って、あこれが6だとか、そういった風に見抜くことができれば、多分 C、E、F のその順序っていうか、もう順列みたいなのも変わってたんかなと思いますんで、ということで早速見ていきたいと思います。これに答えが書いてあるらしいんで、僕3回連続ギャラなしなんですよ。そろそろいいっすかね、お金もらってもギャラなしなんで、ギャラなしって言われてもみたいなとこあるんでね、僕ほんまにまあいきます。それでは発表したいと思います。設定1はこの台でした。無理ー、無理やー、そういうことか。いや A 打ちたかったな。まあねー、上も下もあったからな、書き方ムカつくわ、デコってるし。ということで、なんか全部の書いた紙があるらしいんで、ここに、うわー外したか。早速見ていきたいと思います。あー1,2,6,5,3,4 1,2,6,5,3,4。だから僕の中ではね、ほぼ2分の1に絞れてたわけですよ。 B、C、D、E はないという中で A か F で迷って1、4か。これ1、2やったらまだカッコつくんですけど、1、4っていう。あ、笑えへん笑えへん。またもうお金ないんで、なんとか食いつないで仕事できるように頑張りますんで、今日は一日ありがとうございました。